皆様こんにちは。本日はですね、ベアリングについてお送りしたいと思います。で、このベアリングっていうのはね、お聞きになったことあるかと思いますが、自動車だとかね、オートバイ、このタイヤのね、真ん中にある、ハブというところにね、入ってたりするんですけど、このベアリングが悪くなってくると、シャーっていうね、嫌なね、高音の擦れる音がね、したりします。で、このベアリング自体はですね、非常に耐久性の高い、パチンコ玉を小さくしたようなものがね、たくさん中に入ってて、ここがね、このように回転して車軸をね、支えてるわけですけども、でこのベアリングがやはり自動車バイクとかはね、もう命になりますね。特にね、二輪車っていうのはやっぱりこの全荷重をですね、2つの車輪で支えている関係で、かなりですね、このベアリングの健康状態というのが走りにですね、影響してきますので、ベアリングはなかなかね、交換はいたしませんけども、例えばバイクで北海道とかツーリングに出た場合ですね、1日ね、500キロ近く走られる方とかね、いらっしゃると思うんですけども、普段ね、走らない距離をね、走ると壊れちゃったりする時あるんですね。メンテね、ほとんどいたしませんので、結構ね、トラブルに気づかない時があります。ではちょっと実際どんな風になってるか見てみたいと思います。この蓋をちょっとね、取ってみたいと思いますが、取るとね、こんな感じで取れてくれるんですね。はい、で、これがベアリングでございます。で、これがね、こう回転するわけですね。こんな感じで、やはりガタが来ると交換が必要となります。万が一ね、トラブった時にはね、どういうふうに対処するかっていうのをね、ちょっとやってみたいと思いますが、とりあえずこのバイク屋さんとかで、またはね、現場でね、工具があったら、こう車輪外していただいて、で、グリスをね、補給してあげればいいですね。自分の家に帰ってくるまで持つかもしれませんので、とりあえずはですね、この玉にグリスを補給して、なんとかごまかすという手がございますね。このね、ベアリングもね、もうそろそろこれ、オイルが切れかけてるので、補給してちょっと補修してみたいと思いますが、昔はね、ベアリングっていうのも高価でね、グリスをちゃんと入れたりしたんですけどね。はい、それではちょっとやってみたいと思います。ここからグリスを注入してみたいと思います。で、今ね、これ見ての通り、本当はね、この下にね、玉とかがあるんですよ。ただね、このね、プレートがね、ちょっとね、取れない時があるんですね、硬くて。で、こういう時には上からね、グリスを詰めていただいても、回ってる間に自然にグリスが行き渡っていく時もありますけど、ここでね、もう解体は無理だったらば、この無理に壊すと玉がね、大変なことになるんですよ、これ。で最近はですね、非常に優秀な薬剤がたくさん出ておりまして、本日ご紹介するのはですね、これでございます。いつもご紹介している CRC556DX の姉妹品でございますね。これプログリースっていう商品でございますが、これね、556DX とね、パッケージがそっくりなんで、よく間違えそうになるんですけども、この姉妹編があるんですね。私ちょっと使ってみてびっくりしたんですが、これスプレー式のグリスなんでございますけども、実にですね、このグリス使い勝手が良くて、で、これは当然メーカーの指定するグリスではございませんので、もう緊急事態用にね、考えていただいて、このグリス使っていただくと、もうすごくですね、本当オリジナルのよりもいいんじゃないかっていうぐらい、ベアリングがよく回ってくれますので、通常はですね、200度を下回るんですが、意外にもこいつすごい耐温度性があるので、緊急事態の時にはね、こいつを
利用していただくといいかもしれません。で、どうするかっていうと、これ分解できないので玉がねもう下の方にあるわけですよ。なのである程度の量が入るまでこのようにですね入れていただくと、隙間からね思い切ってたくさん注入していただくと、でねこれね出てくるときはねこうちょっとねドロッとしただけなんですけど、時間が経つと非常にドロドロに固まってくれてくるんで、ちょっとねびっくりなんですけどね。まあ大体この手のやつはそうなんですが、意外にもね結構いけてるんですよ。ドロドロ感がねスプレーグリスとはちょっと違った感じになるんですね。だからもうね緊急事態の時はねすごくねもう使えますので、ツーリング行ってなんかもう大変な音が前からするっていう時はですね、迷わずタイヤを外してこのベアリングにグリスをですね注入していただくというのが緊急事態の解放方法として使えますので、どっか頭の隅に置いておいていただくといいかもしれません。まあ最近はホームセンターとかでねこの手のモリブデン入りのグリスだとかが簡単に手に入りますので、ちょっとね最終的にはこういう現代の最新鋭の簡単なグリスも非常に使えるんですが、固めのグリスでこの流れ出してこないように蓋をしてあげるとねいいと思います。はい、それではですねこれどんな風に塗るかって言ったらね、手がね万が一ちょっと汚れて困るって時はショップタオルにこうやってつけていただいて、こんな感じでベアリングのグリスをまあね蓋をしてあげるって感じですね。外せない時はねもうこういう風に塗るしかないんで、でこれはね塗ってるというよりも蓋をするって感じなんで、ある程度ねこう上側についていればこれで構いませんので、でねこの最新鋭の缶スプレーのオイルとですね従来型のこうグリスをですね併用していただくと結構ね持たすことができますんで、ほんとねツーリング行って困った時はグリスは詰めていただければ、もう脱着してない状態ですのでこの辺でねもう妥協していただくのがいいと思います。であとはもうこのようにね蓋をねまたしていただければすぐに元に戻せますので、でねこの蓋にねアルミのね枠がついてるやつがある時はあるんですね。でこのねアルミのね板をねあんまり曲げないようにね本当は取り出すのが理想でございますけども、クリップとかでね取れますよ、取ろうと思えばね。ただし無理して取ると歪みますので、グリスが漏れちゃったりする時あるんで、なるべくこうまっすぐに修正してからねまたはめてくださいね。であとはねもうこうやってねはめてロックするだけです。はい、ということで本日はですねこのベアリングの急場しのぎのグリスアップをやってみました。ありがとうございました。